今日は2019年5月10日です。今2時28分です。朝日新聞のこれは社会面31面ですけれども、昨日も喋りましたけれども、裁判員制度が始まって、もうすぐ10年ですよということで、裁判員10年というシリーズなんだろうね、これ社会面に記事が出てますね。で、市民感覚によって揺らぐ量刑判断ですんで、昨日喋ったのは裁判員が関わる裁判というのは、殺人事件とか人が殺された事件だけに限られてるんだね今ね。交通事故でも死亡事故、人が死んだ事故とかに限られているんですが、それにしてもその中で、その罪を犯した人をどういう罪にするか、どれくらい罰するか、懲役何年にするのか死刑にするのか、そういうことに、そういう判断というのを量刑というわけですけども、その量刑の判断が揺らいでいると。かっての裁判官だけでやっていた時代と変わってきちゃってますよ。それはいいことなんでしょうか、どうでしょうかって話だね。大阪で、あった傷害致死事件、両親が子供を虐待して殺しちゃったんだね。で、この時は検察が求めた求刑は10年だったんだけども、裁判員らが出した結論は懲役15年だ、 1.5 倍という重い結論を裁判員が出しました。その理由は、でそれが判決になっちゃったんだね。児童虐待が大きな問題と認識されている社会情勢も憂慮すべきだ、考慮すべきだってね。そうだね、今その社会問題になってるんで、そのことを考慮してもうこういうことやっちゃダメだよというみんなに警告する意味で重い刑を課しました。それがいいでしょうか悪いでしょうか。で、裁判員の怒りが込められた判決は2審でも維持されたが、2年後に上告審で、破られた。最高裁は他の裁判との公平性を重視し、一審についてこれまでの量刑傾向から踏み出す具体的な根拠が示されていない。どういうことかというと、今までいろいろな事件があって、似たような事件もあって、それまでにそういう人たちが、そういう犯罪人が受けた刑の重さと比べてちょっと重すぎるよと。で、それを今回踏み出していいという理由がないって言ってるんですね。そういうのが最高裁の判決で、私はこれは妥当だと思いますよね。で、昨日言いましたけども、その子どもや女性が被害になる虐待や性犯罪ではだんだん重くなる傾向があって、そして介護疲れで殺しちゃった、もう自分の嫁さんずっと介護していてもうたまりかねて殺しちゃったなんちゅう事件は軽くなる。まあそれはうなずけるよね、そういうのをうなずけるんだけども、しかしですよ、この問題は重くする方だよね。そして感情先行が懸念されている。だから裁判員たちがけしからんというふうに強く思ってですよ、その事件について社会全体、マスコミも含めて、こんなやつはとんでもないやつだというのに、もう怒りがこう社会全体で渦巻くような状態というのが出来上がったときに、そいつを
徹底的に懲らしめなきゃダメだということで罪を重くする。その際に他の悪いことをした人と比べてどうなのかということが頭からすっ飛んじゃってますよっていうのが一番の問題だということですよね。この問題は私も前に触れましたけれども、神奈川県の東名高速で、おととしですか、煽り運転を受けた夫婦が死亡した事件というのは、これは私の出身地の隣の町の仲間市というところがあるんだけども、そこのあんちゃんがですよ、しつこい煽り運転を高速でやって、そしてあろうことか高速にその煽ってる相手の車を止めさせて、で降ろしちゃったんだね。俺で、でも因縁をつけてる最中にその降りた夫婦が高速走ってきた車に跳ね飛ばされて死んじゃった。なんちゅうひでえことをするんだこのバカ野郎がってことで、もう社会全体が怒っちゃって、もう思いついに罪にしろ、極刑を望むなんて声もあったよね、テレビ見てると。で結局検察側はですよ、懲役23年を求刑したんだね。そして、判決としては懲役18年。これが妥当ですか不当ですかという話なんだけどね。一つ、そのいくつか問題があってですよ。危険運転致死傷って言ってるんだけども、この時この犯人はですよ、運転してなかったんだよね。車から降りてきたにもかかわらず危険運転致死傷になるのか。だからその高速道路で、相手の車を止めて降りさせた、でその高速道路で口論をしたということ自体が運転の延長である。まあ、そう解釈すれば考えられないこともないけれども、ちょっと非常に厳密にですよ、法律的に考えた場合には、この人は運転していたかって言えば運転はしていなかったんだから、運転してない人間に危険運転ということは適用されないだろう。まあ被告側の立場に立って、原告側の立場に立って、被害者側の立場に立てば、それまでにやったことが危険運転なんだと。まあもちろんそうなんですよ、煽り運転時点は危険運転で、でその結果致死に至ったって言ってもですよ、車から降りたという事実が、これは運転の延長というふうにしていいのか、厳密に考えなくていいのかって話なんですよ。あんなこと考える必要ない、こいつはもう危険な運転を今までそれまでやって、とんでもないことやってるのは事実だし、それから車を無理やり下ろしたのは、俺はもう運転の延長でいいじゃないか、危険運転致死だというふうな判断が、法治国家のにおける裁判における判断の理由として正当なのですか不当なのですかということなんですよね。で懲役18年だ、他の刑と比べてこれが重くないですかって話です。例えば強姦やって強姦致死というのは相当重いでしょうけど、それでも懲役18年になるかどうか、さらにこういうケースを考えた場合はどうなるかというんですよ。男が通りすがりの女を強姦しました。その女性は自分の言い名付けと結婚を控えて、それを楽しみにしていました。で自分が犯されたことを悲観して自殺してしまいました。これは強姦致死とは言えないんでね。被害者からすればですよ、この被害者は今からこの自分がずっと愛して、まあ、処女のままずっと我慢してね、これまでさあ今から結婚して幸せな家庭を築くと思っていた矢先に、突然見も知らない男から自分の婚約者が強姦されて、その人が自殺しちゃった。この被害者の男性からしてみればですよ、この強姦した相手はこれは死刑にしてほしいと思うよね、多分ね。しかし現実として多分この人の刑というのは非常に軽いよね、ただ強姦だけだから。強姦致死でもない。強姦致死というのは強姦した結果、その人、相手の女を殺しちゃったのが強姦致死であって、強姦した後にその人が自分で勝手に自殺しようがしまいが、この加害者には関係ないということなんだよね。だからこの強姦をして、その被害者の言
許嫁にとってはもう憎んでも憎みきれないほどの思い、その人から見れば当然死刑にしてほしいと思うような裁判の場合に、判決がどれだけ重いかじゃ、多分懲役せいぜい1年か2年かそれぐらいなもんじゃないですか、なってもね。そういう状況がある中でですよ、この東名高速の事件は、ポイントはですよ、このとんでもない無謀運転をした人は、相手を殺そうとしていなかったということなんだよね。まさか車にはねられて死ぬと思っていたら、そこまではやらなかった。殺そうと思っていなかったけども、結果として死んじゃった。死ぬかもしれない非常に危険な行為だということを当然考えるべきであって、それを考えなかったのは無質の行為だというふうに言っても、その場に自分もいたんだからね。そう考えればですよ、殺すのするつもりがなかったけど、その自分が対面している相手が車にひかれて死んじゃった、でその車にひかれる状況を作ったのは確かにこの犯人だ。しかし量刑としてですよ、刑の重さとして懲役18年、相手を殺そうとしていなかったにもかかわらず、結果として相手が死んじゃったんで、懲役18年というのは妥当ですか不当ですかということをきっちり社会が考えなきゃいけないと思うんだよね。そうしないと、さっきの強姦致死じゃないですよ、強姦事件の場合なんか、もうこれとこ許嫁がいる相手を強姦して殺すなんて、あの自殺に追い込むなんてのはとんでもないことだ、死刑だ。そうやっていけばですよ、被害者や被害者の関係者が怒りを非常に強く持って、この人間は死刑にしろっていうふうに怒りを持った場合には、同じようにひどいことを やった事件よりもずっと重い判決刑が課せられますよ。だから日本の裁判というのは、すでにこういうことをやった場合には、これからこれまでの刑を与えることになってますということが法律で決まっていて、で、すでに決まっている法律に従ってその量刑を与えなければいけないという大原則があるんだよね。で、事件が起きた後にその法律を変えて、このやったことはあまりにもひどいから法律を変えてもっと重い罰にしようということは、これはやっちゃいけないということだ。なんとか主義って言うんだよね、罪刑法定主義って言うんですか。あらかじ決められた法律で裁くことを逸脱してはいけません。しかしなんかこの間のね、この煽り運転の事件に関しても、この虐待死に関してもね、ちょっとそれから外れてるんじゃないですかって話だよね。だからその被害者および被害者の遺族の感情が高ぶって、自分たちの今やろうとしている裁判に関わって判断することが正当なのか不当なのか、公平なのか不公平なのか、もし自分が加害者側のですよ、親戚だったらどう感じるか、加害者側にも身内がいるわけですよ。この仲間の兄ちゃんにも多分親戚がいて、多分みんな恥ずかしい思いして、あのお前んとこのあそこの誰お前んとこの前ら甥っ子じゃねえのか、あのとんでもねえ野郎はって言われて、肩身の狭い思いをしてですよ、世間様に顔向けできないような親族もいますわね。それがいっぱいいるわけですよ、本来はね。いないわけない。そういう人たちがどういう気持ちになるかということですよね。世の中は、このうちのあのバカ息子はとんでもないことをやってくれたけども、しかしここまで重くすることはねえじゃねえか。そう思うと思いませんかね、皆さんね。でもそういうふうに思いをいたさないのが、残念ながらこの現在の裁判員制度の中で起きかねないことなんだよね。ということですけどね。だから自分の側が常に被害者になるとは限らなくて、自分もしくは自分の身内、友達、親戚がですよ、加害者になって、そして裁判員制度で裁かれて、こんなに悪いことやったのかよということであっても、とんでもない罰を下されて、文句言いませんかという話なんだよね。ということです。
ということで今日これぐらいにしておきます。